ウェルネス五色に来ています。昨日は台風の影響ですごい風でした。雨もパラパラ降りました。今はちょっと朝なので、ちょっと静かに喋ってます。全体にこんな感じ。キャンカーの方も、何台か来てたと思うんですけど、はい、ここは淡路の西海岸にありまして、まあ山の上なんですけど、結構広い公園もあっていいところです。値段も、利用の値段もここは書いてないな、4000円ぐらいで、比較的お安い方だと思います。オートキャンプ場で電源付きで各サイト、流し台ついてます。で水池等もこういうところありまして、もちろんゴミ処理は全部、こちらの方で無料というか、料金の中に含まれています。はい、こういうふうに、まあ、いろいろ分別してもらって捨てれるようになってます。水池はこんな感じで共同水池っていうか流しがありまして、自動販売機、あ、また変わった、ごと缶いうのがあります。あ、それからカレーとかああいうのも作らなくてもこれで食べれます。山の上の方にはログキャビンっていうかハウスっていうかもあります。1棟か2棟かは知りませんが、いい加減なこと言ってますが、海が見える、ログハウスもあるみたいです。でこちらは広い公園なってます。まあ、小さいお子さんがいる方は便利だと思います。キャンプサイトからちょっと階段で、降りてもらって、子供さんの遊具があるというところです。で芝生もあるので、ワンコ連れも、お散歩できると思います。で、サイトなんですが、流しがついてます。で各電源もちゃんとついてます。電源付きサイトで、広さがこんな感じで、キャンピングカーを止めても、
あの10メーター角のタープを張っても十分大丈夫です。結構広いです。はい、さあ温泉の方に歩いて行ってみます。今回ルート君が泊まってるのはキャンプ場の、一番端っこの方、入場口から入って一番奥側に、エリアをもらいました。ナンバーは37番です。各、サイトにナンバーがついてますので、予約の時にもナンバー指定はできます。まあ空いてたらなんですが、で、温泉の方はもう西からずっと受付の浜千鳥さんの方向に歩いて行ってもらいます。向こうに見える建物が受付のあった浜千鳥です。でまあ炊事棟を越えて、その隣のトイレも越えて、ずっと向こう、ちょっとこれ映そうか。今どこやろ、あ、ここやね。今ここです。キャンプサイトは、ここからここここかな。今ここに、泊まってます。でこっち側行ったら、あの山の上のサイトがあります。まあ、ここ結構キャンピングカーやったら大きいなったらきついです。坂もあるし、で坂の途中のサイトもあるんでちょっと出入りしにくいかなと思います。で温泉なんですがここです。ちょっと行ってみます。一番近道はこっち曲がる、こっち曲がっていったら、ここへ書いてます。 UUI、で今回はちょっと、綺麗な橋があるので木の方に行きたいと思います。温泉は向こうに見えてるあの建物です。あれ2階横の階段から上がってもらったら、お風呂の受付になります。で、キャンプサイトを利用されてる方は、200円引き、一般は700円なんですが、キャンプ利用者は500円で、現在利用できます。ここにこういう金あります。これ前ロープぶら下がってたんですが今ちょっと外してます。前はなんか朝から子供がガランガランって鳴らしてました。はい、ちょっとキャンピングカー向こうの方に見て、で、こっちの方は池がありまして、ちょっとあんまり緑色の池です。あ、鯉が泳いで釣れへん。で、ここにはあれ木の音ないな。
アヒルかな。あ、この床下にたくさん声が今出てきてくれた。うん、あ、ここを歩きよう音で声が寄ってくるのかな。で、ここに水鳥の餌500円の、あ、錦鯉の餌、これでみんなやるから寄ってくるの。こんな感じで、池もあります、鯉に餌もやります、はい、ここを持ってもらったら、10時30分からです、晩の9時、今はコロナの対策で、8時半最終受付になります、はい、こんな感じで温泉まで歩いて3分ぐらいで到着します。はい、ちょっと鯉に餌をやってみようと思います。ウル君も一緒に、はい、ここの木の橋というかな、デッキというか、歩き寄ったらもう鯉が集まってきてます。餌くれる思ってですね、なかなか教育できてます。はい、これでここへ100円入れてこれ回すのか。あ、なにこれ、なにこれ、うわ、なにこれ、動物食べれ、動物の餌食べれません。あ、わ、もう寄ってきました。もうガチャン音で餌や思って飛んできてます。ちょっと開け、片手やからちょっと開けにくい。あ、もう、うわ、アヒルまで来た。うわ、うわ、この音だけでもう分かんねんな。100円じゃ大丈夫。めっちゃ売れた。はい、行くで。私の方が多いと思う。うわ、アヒルまで。アヒル、ほら、アヒル食べた。この手前のほらにアヒル食べた。ん？ほら、あ、食べた。うわ、あ、これカモ、お、食べちゃった。すごいな、あの後ろの子やってないで。あ、取った、あの白いやつが。あ、これ怖いな。あ、食べた。鯉が、あ、食べた、食べた、食べた。あの白い子はちょっと欲動しいな。このカモ君、おお、このカモなんか鯉の上乗っぽんな。これ、おお、はい。
ちょっと、もう100円やろ。僕も食べられへんもん。食べられへん。はい、はい、え？ムー君のちゃうって。うわーい、どこ取る？どこ行った？いやいや、これはもう、これはどこ？私そんなことしてて、これボトッと落としてたの。チッコ振ったの。全部開けたらいい。ハグハグ2人見るってどこ？ムー君は違うの。食べた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 。